うん、2回曲がるってことは、あとは1、2、3、4、辺から下げるとで、ダメでした。何が、ね、何が何が直角作りが、あーなるほどね。はいはい、直角じゃなくていいかあ、わかった、次こっちからやればいいな。おお、賢いこれか、生まれた鳥っていうのはで生まれる。ベアの形が不正ですだと。おっと、そんなわけないだろ。タイガトラついに不正に手を出してしまった。そんな。あ。あ。もういいや諦めたここは直角じゃなくていい。あ、許容します。許容ってなんか違くないですかね諦め、ただ諦めただけではないのですかこんなことにね時間割いてられない何まともなこと言ってる。虎は忙しいから。忙しいけれどもよ、うん、あーなるほど、全部ですね、わかりました。うん、そういう態度でいるなら何の態度なのコンベアボールここに立てるで、おどうなとこまで結果いかね、うん、キキ、あ、そうか、向こうから来るからこれに合わせたい、ここに合わせるか、こんな感じで来ます。鳥たち、鳥たちがいてさいてもいいじゃないですか。コンベアが、いや、コンベアが敷けないそっか、あーそうね、確かに確かに、生き物邪魔ですもんね。やるしかないのか。あ、やるんですか。やるしかないのか、こいつらのことを。ついに、はい、何を今さら？今日もうすでに。こんなに可愛いこの子たちを。見た目だけで判断するのよくない。何の罪もない。いや、コンベアの地区邪魔してるっていう罪はある。ゼノバッシャーだと生き残るかな。ああ、悲劇士ではない気はしますね。あっち行きなさい、ほらあっち行きな、よし、よそ行きなさい、ちゃんと追い払いました。殺さずに済んだ飛んでったわ、落下してったな。え、奈落に、うん、下の階に。あはははいや、殺さずに済んだ。いない、あ、いたわ。雪玉でやろうと思ったけど踏みとどまった。いや、やるだろうなと思ってましたけど、なんかそういう日良くないと思います。え、なんで。生肉の時はもう有無を言わさず殺していくのに生肉はこちらに敵を向けてくるから、わさびみたいなもんで。わさびに失礼でしょ、それは。根絶しないといけないから。わさびは根絶されては困りますけど。ベアも設定するか。100だからマーク2で。よし。で、例によって柱を立てる。リフトもマーク2で。
で、コンクリート。マーク2で来たのが1,2,3,4,5に分かれるから、マーク1でいいのかな。タイガさんが計算するようになったなんて成長しましたね、本当に。違うなこれ。多分いい。うん。ここいくつで来るんだっけ？なんか算数に多分はないよって先生に言われて当たり前です。半年。おそらくとかないからねって言われた記憶があるな。正確な数字で出していただきたい。テストにさ、うん、答え書くときに、うん、多分って書いたらそれはダメって言われる。そんな時代からごまかそうとしていたんですね。ひどい子供だ。おおよそにみたいな。3.14 がおおよそ3みたいな話はあったけど、ゆとりも過ぎますねそれは。これはダメだって言われた先生に。でもトラ赤点は取ってないからね、算数も数学も。これ覚えてないだけでしょ、取ったことを。違うの、ギリギリのラインだった。本当にだって分数できない人が数学とかできるわけないですもん。なんか赤点は25点以下だったんですよ。ああ、平均点の云々とかじゃないんですね。じゃなくてもう25点以下。中学の時は30点以下かな。高校の数一が25点以下。ね、26点は取ったことある。キリキリ。もうそれは赤点ですわ。そう、先生がさ、すごいなお前っつって。まあそうでしょう、ね、むしろこれ赤にしてさ勉強し直した方がいいぞってすごい言われて。確かに確かに確かにってなって、でも虎の勝ちですって言って。まあね、制度上はそうなっちゃうんですよね。そうそう、やったぜってなった。ずるいな。うん、1,2,3,4,5。わかんない。よし。うん。概ねできました。いや、正確な数値って出して。この同シートのとこ、うん、100枚出てきて、あ、違うわ、200枚出てきて1000だから無理だ、運べません。嘘、1000も出る？これ200じゃないの？こんな計算したっけ？え？200枚のシートが出てくる？違いますね、それは機械の中に200枚入ってるだけですね。なんかさ、数字読むとこ違う。10だった。え、 10だね。10分だから、うん、1,2,3,50だ。じゃあ1でいいな。なんでそんなとこ見てんのっていう。違う。数字。じゃあ1,3コンベア取り扱い免許はまだまだ先でした。はい、当分ですね。うん、まず数字に慣れるところから始めてください。数字を正しく読むということが大事ですので。なるほど。数字読むのなんか超大変じゃん。こんなこと言ってるんで、タイガさんが免許を取るのはちょっと今世紀中には無理ですね。1.0 までに取れるかしら。絶対無理ですね。憧れのコンベア取り扱い免許。憧れるだけに置いた方が良さそう、うん、できました。おーい。うん、
この道シートも結局は運ばなきゃいけないんですけれども、まあ、ひとまずは道具を運ぶところからやっていきましょうか。はい。今そう私が中途半端に作ってるそこ投げてもらえます？マーク4できるんだったらマーク4でお願いします。はい、マーク4あるかな。材料ある。あー余ったな、さすがに余ったな。どうしようかな。よし、つながったのでこれに乗って帰りましょうか。一旦ここまで、どこまで出すのがいいかな。わあ、頭すりそう。ん？あ、意外と大丈夫だ。これがこっち向きでこう。ただいま。製品踏まないでもらえますかね。あれ？ちょっとタイガさんが邪魔で。はい、よし。うん。やっぱこれ全工場さ、ん？動く歩道でつなぐのがいいかも今みたいに。いやまあコンベアが それっていやそれなんですけど。確かに。あ、間違えた、消しちゃった。消えたね。やだな、消しちゃったな。うん、やですね。見直すのもめんどいな。見直すか。頑張れ、頑張れ。タイガスさん、応援よりも、あ、ちょうどいいや。じゃあここにここを柱立ててくださいよ。でここ今ポール立ってて土台立ってんですけど、はいはい、ここ土台やめて柱にしたいんですね。わかりました。やり方わかります？土台を削除して。違うね、土台は必要だね。え、そこにつかない？つかない、つかない。そう、フィットしないから。そうなんだ。うん、なんで土台の下からまず最初に柱立てて、うん、あ、これ金属だ。え、しないですよね。うん、ど真ん中これ。そう、そこど真ん中。立てた。はい、ありがとうございます。じゃあ、あ、はい、じゃあ土台消して。はい、ナップさせて上に出す。バイバイなのだ。お疲れ様でした。おやすみなさいなのだ。あれか、おやすみなさい。はよさん、はよさんか。うん、あー、ここまでかな。お疲れ様でした。おやすみなさい。休みだからな。うっそ、タイガさんが休みなんて珍しいことあるんですね。うん、タイガさんそれ消した。なるほどね、消したね。なるほどね。まあいいでしょう。こっちはなかったことにしよう。ここなかったことにします。いやでも気になる、このカーブのとこ気になる。ここ支えたい、ここ。もうポールすらできっかな。がフィットさせたから、ん、グラウンド、ワールドグリッドだからこれでいけるか。1m。 あー、これだな。うんうん。あ、はやさん、お茶ありがとう。おやすみ。え、おつおつ。もう 1m か。え、どこだ。タイガさん、ちょっと削除ツール出して
ここ色変えてもらえます？見えるかな？このコンベア削除しようとしたらオレンジ色になるかなと思ったんですけど、見えない、変わんないね。 OK、 じゃあいいです。これかな多分。もうちょい、もう一個左。いや、ここです。ここなんですよね。ここなの？グリッドで言うとここなんですよ。あー、そこしか無理ってことか。そうね、このままだとこれじゃないと無理。なるほど、ちょうど曲がってるとこには置けないのか。そうね、そうね、しゃあなし。こういう形になってるから無理ね。で、これでやり直す？これ4メートルに変えないとできないので、じゃあこれでやってもらえます？ポールの位置がど真ん中じゃないから真ん中のちょっと右か、一個右かな、二個。ここかな、多分ここ。多分念のため隣に土台を、リカバリー用の土台を立てといて、でこれ消してつなげてみれば、どうや、よろしいね。よろしい、よろしい、よろしい。ナイス。良いんじゃないですか。いいですね。よし、とまず銅はたくさん来ました。で、カテリウムも来てます。あ、電源が入ってないか、作られてないのか。まあ、あと2階のフロア作って天井に電極さして電気を流す感じにしようかなと思うんですが、はい、まあ時間も時間ですから今日はここまでかな。そうですね、じゃあターボ燃料通りに行きましょう。もう時間ないから寝ましょう。こんなに真面目働いたのにトラ、こんなに真面目に働いたのに。まあね、今日こんなに真面目に働いたのに今日同じことなんて言うな、こんなにこんなに、わかりましたよ、こんなに、まあ確かに普段から比べると真面目さは多少上がっていたから駆け出さなかったのに、大自然に駆け出さなかったのに、ただの逃亡なんですそれは。しょうがないですね。じゃあちょっとターボ燃料見に行きますか。やったぜ。どこで作ってんだっけ。中央線の終着駅。中央線の終着駅、線路消したね。消したよ。いけませんわ。誠一さんがやったねって言ってる。や、線路消したね。線路なくなっちゃったんで行けませんわ。徒歩だね。徒歩で行くの？威嚇しない、威嚇しない。途中まではあるから。まあね、途中までっていうか、拠点まででしょ。この後どうするんですか。徒歩だね。徒歩はやだな。あれ、電車ない、電車もないね。徒歩だね。全部徒歩。いや、電車作れるかな。作って。あ、作れる、作れる。いい、ね、これ前向いてる？向いてる。
はい、じゃあタイガさん案内してください。よいしょ、はいはい、本当に。いや、だから早めにターボ燃料渡してくれたら。早めに線路消す前に。線路消す前ってずいぶん前ですけど結構前ですね。クリスマスイベントの頃に消したわけですからね。そうですね、まさかまた行くことになると思いませんでしたから。エクスプローラーで行くじゃん、うん、ああそうですね、たまには、うん、ふう。いや、たくさん危ないよこの線路。え、この線路ここでヒュッて位置ずれで落ちたりするからね。あー、それは多分タイガさんちの電子レンジのせいなのでは。こっちは大丈夫でしょう、きっと。ちょっとタイガさん、タイガさん、前見て、前見て、ん、前見て、前見て、前見てって言った。今あの線路の下見てたから。なんでよ、なんでそんなもん見る人があんの。ああ大変だ。なんでここに止まってんの。わかんない。わあ、まあいいや、じゃあこっちに乗り換えよう。よいしょ。事故ったな。中身が見える。大事故ですよ本当に。いつも脇見運転タイガトラですから。あれ、あ、はい、あ、はい、何何何何、出られません。何出られません。もしかして待って、え、もしかして列車の中から位置戻したの。うん、うん、そうね、あの脱線してる時ってあのこの列車に当たり判定ないから潜れるんですけど脱線を直したら当たり判定が出て、うん、タイガトラが列車の一部となりました。あ、でも待って、あ、何、いける、これで乗れるから。ああ、はい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 、あ、オッケーオッケー、いいですね。あ、なんだ、よかった、これは大事故って誠一さんもね。タイガトラ列車として生きていくのかと思ったのに。一生一生荷物を線路の上でぐるぐる回りながら荷物を運ぶだけの毎日。生まれ変わったら列車になる。なるの。次ワニになりたい。オオカミどこ行ったの。オオカミなんかそんな恐れ多くて。わけわかんないね。なれませんよ。あ、しまった。せっかく作ったんだからこの道を行こう。虎、うん、はこっちから行きます。地下道。地下道いいよ。すごく。いいね。いいね。うん。よいしょ。ああ、いいね。久しぶりじゃない？ちょっと拠点帰ってくんの。あ、そう。あ、ここ危ないとこだった。これ危ないレーンだ。危ないね。おお、出てきたね。よし。いいじゃないですか。で？で？エクスプローラーを取って。サリチルさん、死んでしまったトラさんの脳を列車へ。怖いな。こういう生体部品じゃないんですよ。生きていこう。こんばんはです、サリチルです。サリチルさんいなかったよね。サリチルさん、あ、こんばんは。どうもどうも。はい、じゃあタイガさん運転してください。レッツゴー。燃料なくない？燃料ない。ですよね、入れて。燃料なんだこいつは。タイガさんが持ってる燃料でいいですよ。これか。入んないね。入んない？入ったわ。うん。入った入った。サリチルさん、スタックしか持ってない。サリチルさん、残業マン今帰ってきました。おっそ、え、てっぺん回って。お疲れ様です。午前様ですか、お疲れ様です。こんな時間まで働くなんて、それは確かに残業マンというか社畜マンじゃない。怖っ。怖っ。
ジノさん、はい、もうちょっと後ろに行って例のね、はいはい、理解了解。え、前、前はダメ。あ、前でもじゃ、引かれた、引かれた後ろにしよう、うん、あ、そこダメですね。ここダメ。ここはあ、大丈夫、大丈夫、はいはい。これ床ある？ないね。ここはあるね。さっきタイガさんに控えて瀕死になったわ。え、え、で、あと、あと、すごい振り落とされた乗ってんのね、なかなか大変だから。はい、では吸入器は手放せませんわ。無理やりすぎる。タイガさん狙われてますね。でん、タイガさん、アイガさん、はい、よし、よかったよかった。で、で、駅まで行った方が安全じゃない？ここ落ちるより。駅から行けるかな？駅からもうちょっと先の方にあの土台は作ってあるはずなんだけど。頭打つ感じがする。あ、いけないかもしかして。あー、ここ繋がってないけど。繋がってないか、うん、落ちる。下から行ける。うわー、おー、高所恐怖症みたい。おー、あ、またまた誰が食べてくる。落ちかないで。よいしょ、ちょっと動かないで何なんでそんな意地の悪いことをするか。さあ乗れよ。よいしょ、 あれよいしょ、大丈夫。うん、めっちゃね一人称してた。おお、こっち、ああ、こっちじゃなくない？行き止まりだね。じゃない。え、後ろからなんか砲撃されましたけど。こっちか。うん。あ、そっちそっち。ここ来たことある。これタイガさん運転下手だったわ。忘れてたわ。失礼な。ペイデイで嫌というほど思い知ったわ。ペイデイ大変だったな。あ、えい、よいしょ。ここの先ですよね。うん、この辺に土台ないかな。ないな。タイガさん、それハッチャー、それハッチャー。あ、土台こっちあったわ。あ、これだ。なんか私は自力で行けそうなんで、じゃあ、あの、お元気で。あ、いた。おい。こっち。ああ、うん、はい、こっちか。ここかな。やったー。はいはい、ここだ、ここだ。ここでターボ燃料を実は作っております。イエーイ、もらっていこう。どっから取り出すかな。打ち上がってしまった喜びすぎでしょうこれでいいか。よし、ターボ燃料を作るためにはいろいろ必要、容器がいるんですよね、うん、ターボ燃料自体はここで作ってるけど、それを容器詰めしなきゃいけないんですよ。容器は別のとこですね。じゃあ今日はもう終わりますかはい、というわけで諦めたもう気だ。あ、いるじゃん、あっちだね、滑落ヶ浜の方。あ、ちょっと待った。え、どこだったかな。ちょっと、ちょっと、向こうに、向こうに、あ、間違えた、行っちゃった。
向こうに、うん、東か東に。あれなかったっけ。あ、あったあった、そうだそうだ、これ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 、うわー、あったー。まあそう、どこに向かってんの。これ、うん、あのアルミを運ぶためのトラックのための燃料なんですよ、うん、なるほど、ナイス。作ってたんだ。じゃあ2パッケージもらって、うん、ナイスすぎる。はいはい、ターボ燃料どこ、どっから出てんの。ターボ燃料はこのここの生成器この辺の生成器全部そうですけど、適当に切っていいってこと。え、他に切られると困るんで、この赤いラインか。そうですそうです。あ違う、ただここだわ、ここ、ここにあったわ。ん、これこれターボ燃料容器詰めしてる下、いや上。タラさんどこ。まずどこ、ここ上っぽいな。上、上って何があんの。1階か。上って何があんの。あ、え、どこや。ああ、そういうことか。どこ行ってんの。逆逆逆逆逆さっきと違うところのような。うん、今刺したな。逆、そう違うですけど、うん、これ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 、お、これはもう容器入りですわ。うお、ナイス。なんでこんなの作ってたんだろう。停止中。うん、あ、空の容器がないかんね。うん、入れれない。え、だってそれ燃料入り容器ですもん。本当だ。ええ、それは燃料出さないと。燃料どうやって出すの。蓋開けてひっくり返して。え、またいかんくじ。私が悪いわけじゃないでしょそれ。あー、もう、というわけで、いや、大河さん、いや、あの、ちょっとこっち、こっち来なさいな、こっち。うん、いや、大河さんが先走るから、ここで燃料がありますよって言ったけど、その先なんですよ、大事なのは。なんでこれ持って満足しちゃったの。ね、ここで燃料を容器詰めしてて、うん、でそのための容器を作ってるのがこいつなんですよ。ここに空容器があります。振り回されている。うん、そうだね。だって前さんが100になるまで待とうか。あ、100になんないや、全然。プラスチックか、と入れといてあげようかな。入ってんな。よし、98、100。これに合わせてスピード変えたのかな。100。充填器での搬出のレシピあるでって言ってる。ああ、そっか、それなんかありましたね、せいちさんが。うん、この辺途中で仕様が変わってて、
その充填機というその機材、機械、うん、割と新しめの機械で臨機実装されたものだからあんまり詳しくない。場所忘れた。ここ上の階ですが。あったあった。はい、うん。で、黙ってれば。これは時間かかりますな。まあ、多少ね。なめくじ汁3つ入れてください。贅沢物め。もう汁じゃないから。頑張れ。ちゃんと充填してる様子が出てくるのが面白いなって。見よ。あー、変な妙なことですか、うんうん、ね、大丈夫、壊れてない。本当だ。赤いんだね、ターボ燃料は。そう、大丈夫、壊れてない。あ、できたのか、止まっ、32しかないよ。ターボ燃料がね、あんまり来てないんですよね。基本、あっちの発電に使われてるから。なるほど。なんで？じゃあ、ひとまず32いただいて。うん。ジェットパン。サニティルさん、時々荒ぶります。なんかあった？あんまりじっくり見たことないから。島草さん、やっと給料払えたね。私の方に払ってほしいくらいなんですけどね。タイガトラはどこで何してる？選べるんだ。でか。容器入り燃料と、うん、バイオ燃料とターボ燃料と、うん、容器入り液体バイオって選べる。うん、うん、でターボ燃料に変えて。セーブまであと10秒。一応ターボ燃料が一番何効率のいいというか一番パワフルな燃料なんでしたっけ。あ、確かに。うん、セーブ完了。あ、トラがどっか行った。ここまでも上がってこれる。旧駅舎だこれ。うんうん、買いできてないやつだあれ。どんな感じ？違いがわからん。やっぱりそういうこと？ちょっと早い？移動スピード的な？高速度に優れるだって。じゃあちょっと普通燃料。高速度に優れる。これ普通燃料。移動スピードってことね、うん、やっぱり。え、そんな変わるか？どうだろう。まあ、体感できないレベルで速くなってる。なってるかどうかちょっとタイガさんの画面で確認してみてください、リスナーの方々。なってる。あ、でも確かにちょっと早いかも。うん、これはいいものだ。でもちょっとでしょ。うん、ターボ燃料使ってまでやるもんじゃないと思うな。いや、いいと思います。そうなん。うん、バイオだと飛行時間が伸びるだって。そういう差があるんですか。そっちの方が良くない？全部欲しい、全部。いや、いらんねえ。だってスタック飛行時間が伸びる方がいいかな。どっちだろう。飛行時間が伸びる方がだってあれじゃない、燃料が長持ちするってことでしょう。うん、そうですね。こんなに劇的にスピードが変わるんじゃなきゃそっちの方が。うん、確かに、うん、いい気がするけどな。なるほど。液体バイオ燃料なんて使い道ないだろうと思ってたんですけど、そういう差があるんですね。もっと面白いかもしれない。
でも結構飛べるよ。液体バイオ燃料か。バイオ、あ、作るわけではない。バイオ、容器入り液体バイオ燃料。液体バイオ燃料を容器詰めします。液体バイオ燃料はペレットを水で溶かす。ペレットは、はいはい、バイオマスです。バイオマスは木と草と瓶子か、これ瓶子、瓶子とバイオは自動生産できないので貴重ではあるわねって、誠一さんが。まあでもペレット結構あるから、まあ作って使ってもいいかな。こんなに大量に使うこともないし、まあ、いざとなったらタイガさんに草刈りさせればいいかなって思うんで。もう次回から真面目に働かなくていいんだ。やったー。まあその30程度でいいんだったらいいですけどね。いや、もうここにあるって分かったから、もう後で停止させるんで。なんでよ。遊びまくるからでしょうが。遊ばない、遊ばない。貴重なターボ燃料そんな遊びに使えませんので、次からは仕事に使います。仕事に使うんだったら別にホバーでいいですよね。何しゃがんでんの。何の現れなの。仕事に使えます。いや、仕事に使うんだったらホバーでいいよねって。首を振るな。仕事に、ちゃんと仕事に使います。はい、ということでね、もう1時になろうとしているので、今日の配信はここまでにしたいと思います。はい、本日もご視聴くださり、コメントくださり、アドバイスくださり、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。高評価をポチリしていただきまして、チャンネル登録まだの方はポチッとお願いします。よろしくお願いします。ジノさんのツイッチのフォローもしっかりとお願いいたします。どうぞどうぞ。で、10日の日はロアルラジオを予定しておりますので、はいはい、また10時ごろにお集まりくださいませ。はいはい、今週末の土曜日ってことですね。そうです。ゆるゆるとだらだらと話すラジオとなっております。ぜひお暇な方はよろしくお願いします。お願いします。そんな感じですね。はい、はい、ではでは皆様、ゆっくりお休みくださいませ。今週も頑張っていきましょう。 お疲れ様です。お疲れ様でした。おやすみなさい。みなさい。威嚇しとる。あれ停止。